皆さんこんにちは、スタイパソです。はい、ということで本日はですね、秋になったので、秋というかまだ秋になったのっていうぐらい暑い気温ですけれども、本日は天気もよろしくありませんが、ヒメオオクワガタ採集にやってまいりました。わーってことで、今日も、私一人ではございません。今日も佐々木先生が隣に いるんですけれども、あ、すいません、ちょっと画角的に、すいません、ありがとうございます、すいません。いや、今日はですね、本当に天気悪かったですね。いや、でも台風の中なのでちょっとたわめらったんですけど、はい、こっち来てみたら意外と意外と種元感覚だったのがいけそうなぐらいの感覚にはなってるので、はい、ちょっとね、風出てきて怪しいですけれどもいるだろうとは思うんですが、今期私この早い段階でちょっとヒメオ採集来たことがないので、あ、はいはいはい、ちょっと今日はなんか見つけていけたらなと思います。そうですね、うん、その一般の人にとっちゃ秋のクワガタっていうと意外でしょうけど、はい、我々にとってみると逆に7、8月のヒメオクワガタってな、逆に斬新なところありますから、ね、まあ、どんだけいるかちょっと今年の一発目腕試しでやってみます、ね、そうですね。そして本日もカメラマン不在でございますので私、また2人で佐々木先生と共にやっていきたいと思います。ではよろしくお願いいたします。早速なんですけれども、なんとこれ今期の食根ですか。そうだと思うんですけどね、これね、ここね、そうそう、今刺してくれてる。でまだ全然乾いてないんで、この端っこのところね、いますね、確実に近くに。今登っててもおかしくないようなもんですけど。そうですね、今のところ見当たらないんで、はい、まあでもいそうですね、はい、はいはい、じゃ道自体にちょっとこのエリアをやっつけて、はい、行きましょう。そこにいる、あそこ。あー、ちょっと待って、もう見つけちゃった。俺の背より低いところに、あ、います、います、うん、待ってちょっと待って、あれ、遅いんじゃないですか。いるときは簡単なんだよなって言おうとしたんだけど、やっぱちょっと、あ、いる、いたまあまあ大きいんやろな。下第一村人、あ、結構割と、あれ、影にメスいますね。大概こんなオスいると、あ、そうだね、メスいます。逆にメスが一緒にいますね。いやー、いる、あ、結構いいサイズじゃない。写真を撮ってたらね、やっぱ逃げますね、人の気配を察知して。そうだね、これがメスです。ちょっと落ちちゃったんで拾っちゃったんですけど、ちょっともうね、伏節がなくて、左前足伏節が欠けてて、で前胸ハイバーがもう傷だらけですので、結構産卵済み、産卵何歩か産んでるのかもしれないけどね。あ、ピンと、ちょっとね、もうだいぶ時間が経っちゃってますね、きっと。あ、でも周りも数箇所かじってるのが後から見えてきたな。ね、よっと、何ミリぐらいですか。まあ40後半かな。うん、40、痛い、あ、痛い、40、これがメスで、これがメスといるとやっぱでかく見える。でかく見えますね。大きく見えますね。でも、だと思う、多分。そう、厚みがあって太い。うん、ただ顎の形からしたら、まあすごいでかいってことではないですけど。そうね、いやー、でもいいですね。一発目に見るとめっちゃでかく見えた。ただメスが異様に小さいから、コクワのメスみたいな見た目なんで、で逃げ足早いですよ、こいつら。ピヨ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 って歩くんで。ゲット、今年も出会ったよ、ゆめおちゃん。いや、まだいると思うんでね、ちょっと探していきましょう。辻越えました、あれ、多分そうだよ、この股のとこ。あ、はい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 、ちっちゃいコクワかな。ここに止まってんのもこれ筋クワガタじゃないか。あ、そうかも、メスの筋クワですね、うん、あ、ペアいるんだ。食べる、これも筋クワのオスですね。あの、曇っててよくわかんないですけどここにいます。ちょっと撮ってみましょう。はい、撮ってみたらですね、全然違かった。筋がこう、縦筋が結構ちゃんとぎっちり入ってるんですよ。見た目コクワに見えるんですけど全然違うんですよね。これだけね、小さいと内心が消失してるので、
ちょっと判断がつきづらいんですけど、あの小さいオスだと背中に筋が結構ちゃんと入るんで分かりやすいです。ということで下まで下ってきたんですけれども、いましたね、ヒメオちゃんが。あら、もしかして落ちたとかそういうこと。ここがかじってる跡ですけど、あれさっきいたのにな。カメラを回したらいなくなりました。あ、下の方もかじってますね。うん、また登ってくるでしょう、うん、あ、いた、お、いたいた、ここね、いましたね、ズタズタに。すごい、こう頭突っ込んでますね。あれ一匹かな、本当に。いや、もっといるような、これメスっぽく見えるな。うん、ああいう風に頭突っ込めるってことはメスじゃないかな、やっぱり。そうですね。いや、すごいな。あー、ずいぶん頭突っ込んで食べるんだな。でも上手にくるっとね。そうだね、すごいっすね。ああやって樹液を出してかじって食べるんですよ、ヒメオちゃんは。ここらが密度が高いのかな、やっぱり。うん、この木多分一匹ってことない。あ、その上にもコブが、うん、あるけど、さらに上もかじってるんですよ、こことか、うんうん、ただいない、虫はついてなさそうで。はい、歩ってましたら帰りがてらというか、マイマイ、カタツムリですね。やっぱり山で見るカタツムリ、このサイズ、まあそんなにでかくないけど、歩ってくれるかな。かわいい。あー、出てきた出てきた。子供の時しかカタツムリ見てないからな、このサイズ。山ではね、こういうの見かけるけれども、コンクリートっていうの、石灰っていうの、それがないんでしょうね。あー、近く、網変えるかね。あ、取れた、オールリボシ。あー、綺麗。奥の奥、はい、開けてもらいます。やった、オールリボシヤンマ。オールリボシヤンマですって、綺麗。でもうちではこれいない。これなのかな、もう少し小さく見えたけどね。うん、小さく見えましたね。青いですね。あとはこれと別に夕方だけ飛ぶってことないし。あ、そうなんですね。あ、確かに今夕方ではないからね。綺麗だね、オールリボシヤンマ。はい、ということで雨が降ってきてしまいまして、今別なところにいるんですけれども、なかなか姫を見つかりませんね。まあ天候も良くないっていうのもあるんですけれども、結構傘を差しながらね、今採集してます。別ポイントでも一匹でもね、見つけられるといいんですけど、ちょっと引き続きね、探していきたいと思います。ちょっと別ポイント探してたら、アカアシのペアらしきものがね、多分ペアだと思います、これアカアシの。うん、ズームにするとボケちゃう。オスメスと、あ、あったあった、一気にメス近くに持っていくんじゃないかな。あ、映った、赤足っぽいな。あそこね、あ、ミヤマクワガタを発見したんですけど、今の時期にしては、まあ、あ、いますね、あそこですね、登ってるの見えるね。まあ大きくないですけど、ちゃんとミヤマのオスですね。うん、いるんだな、まだミヤマ、遅いミヤマ、遅時期のミヤマってやつ。生き残りか、まあ手自体が遅いのかもしれないけどね。え、あ、いるわ。この時期にミヤマ見れるとは思わなかったです。ということでですね、もう時間も夕方になってきて、日も落ちてきたんですけど、一匹見つけてたものがいたので、それを取れないかという話で、これですね、これですね。果たしてそもそも何クワガタなんだろうか。そうですね、アカアシ、ワンチャンスアカアシじゃないかと思います。ヒメオだったらいいな、今日の最後ヒメオ。まあ今日は観察なので、まずこの辺からいらしてみるかな。はい、あ、全然落ちた。あ、落ちた。あ、落ちた。あ、あれヒメオっぽくないですか。スネスで落ちたかな。いや、赤足に見えるな。赤足ですかね。赤足です。あ、いいサイズじゃないですか。あ、格好はいいけど。メスも落ちてきた。あ、ペア。あ、最高じゃないですか。だからこれが2頭でついたんですね。あ、いいね。あ、でも。かっこいい赤足だ。かっこいい赤足。いいじゃないですか。皆さん、アカアシクワガタ、あの我々にとってすごく珍しいクワガタではないんですけど、アカアシクワガタって赤いんですよ、足が。当たり前のように言うんですけど赤いんです。なんで赤アシ、あとメスちっちゃメスちっちゃい、
ちっちゃいけどピカピカ。あ、オスいいですね。じゃあ今日の多分ラストはアカアシクワガタということで。暗くなっちゃった。いやー、よく見たんですけどね、結構丁寧に見てきたんですけど、そもそもの柳の木とかにかじり跡がなかったんですよ。こっちの方のポイントはさっきも言ったように、すごく 200m 台とその低い場所ですからね。うん、まだ暑いのもあるし、来月そうですね、変わったらもう一回かなっていうふうに思って。本当ですね、ちょっとまだちょっと早いかもしれない、うん、ということで、佐々木先生、本日はキメオ採集、まあ今ちょうど8月本当の末ですよね。そうですね、終わり際になるので、うん、まあ、8月のを見てみたいなってのはもちろんあったんで、はい、1回とりあえず来てみて今年の状況どうかな、はい、まあやっぱり早いのかな。いや、なんか気温が早そうですよね。今日やっぱり日中汗かきながら蒸し取ってたので、ね、暑いねっつって。ただやっぱりこう台風の影響で若干普段よりは涼しいんでしょうけど、うん、でもまだやっぱり夏の感じが全然引っ張ってますよね。普通にミヤマクワガタついてますしね。そうですね、オス見ちゃったから、はいはい、ちょっともうちょっと季節が進んだら良さそうな気がします。はいはい、そうですね、そうですね、はい、では皆さん本当にご視聴いただきありがとうございました。そして佐々木先生、ありがとうございました。ありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。せーの、バイチャー。あ、いますね。顎が見えます。やっぱり車からなんかケツが見えるなと思って。オスの顎が、やっぱりヒメオクワガタ、その木だけ見るとあこれいそうだなって思うけど、ポイントとしてはやっぱり下の発生するような、まあこう開けたところで、なおかつ針葉樹じゃなくて広葉樹があるとこですよね。そうそう、うん、あの発生、僕幼虫の餌ありきなので。そうですね、だからここは要はここに、まあ、餌になる木があって、はい、ここの下の谷開けていて、なおかつ、まあ、針葉樹帯じゃなく広葉樹で、倒木があればなおよし。そう、この緩いカーブの内側でしょ、ここも。うん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 。これが逆に外側だったら登ってきたやつが散らばっちゃうじゃないですか。うんうんうん、カーブの内側だから、この真ん中に向かって集中して登ってくるんで、そうかよりも率が高い。空間を見ることが大事ということです、皆さん。佐々木先生がそう申しております。はい、ということでね、帰りがてらまた戻ってきてたら、白筋カミキリが登ってます。このサイズ感はメスじゃないかと思うんですけど、触覚の長さはもうなんとなくメスっぽいですね。はい、帰ろうと思っててエンディングまで撮ったのに、もうエンディングじゃなくなりましたけど、ヒメオウがいました。いい感じのオスです。しかもヒメオウとなぜか左下にミヤマクワガタいるっていう、えって思った。映りました、背景抜いたら映った。あー、よかった、いい感じのヒメオウじゃないですか、オス。いやー、嬉しい。おーっ、まさかのえって言って、で最初と最後にヒメオウクワガタが撮るか、格好がつきました。いやー、格好がつきました。もうエンディングはさっきの忘れてください。なぜ三山、やっぱ早く来た感じはあるからですね。あ、悪い、もう落ちた、大丈夫、落ちたと思います。あ、でもさっきのはもっと寸詰まりの感じだったけど、うん、顎はちょっとでかいかも。オークワガタ面ですよね、こっちの方がちょっと何ミリ、50はないですね。50はないと思う。ないですね。でもだいぶ古いですね、ちょっとだいぶ擦れてますもん。丸まっちくなってるもんね、この顎。うん、だいぶちょっと古い個体かもしれません。やったー、最後の最後にどんでん返しですね。いや、今日はめっちゃ嬉しい、最後に出会えてありがとう。